せーの、皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで今日は募集系なんですけれども、ちょっと男子の皆さんにお聞きしました。今回はズバリデート中に女の子に幻滅したこと。はい、まあ彼女じゃなくても OK です。だから付き合う前のデートとかでも OK なんですけど、女の子に幻滅したことっていうところで、まあ、結構届いていますので、はい、女の子の皆さんはこれを見て気をつけていただいて、デートに挑んでいただければなと思います。はい、それではいきましょう。まあ、いろいろね、癖強いのもあったんですけど、はい、これ私も全然やっちゃいそう。危ないよね、だからそれもあるんだよ。そうそう、服がシワだらけだったこと。特にはい特にムクさん、確かにあります。てか、まずそもそもシワができやすい服が好き、うん、っていうところもあってやりがちなんですよね。アイロンも持っていないということで。なぜなので、これは本当に全然私もやっちゃうと思います。でもうちも分かる。うちは逆にそんなにそういう服を持っていないので、うんうん、その服を着る前にあ、シワだってなることがあんまりないんですよ。あ、なのでたまにそういう服を買った時にっていう、その時間考えずに準備してたみたいな感じのことはあるので、はいはいはい、ありますよね。これはね、難しいですね、うん、これとかもありますね。一緒にいる電車の中でイヤホンされたこと。あー、これでもさ、多分付き合ってるよね、うん、そこまでするってことは。さすがにね、うん、付き合ってて、うん、だとは思うんだけど、悲しいよね、普通にこれは、うん、なんでとは思うかも、うん、幻滅っていうよりかまず悲しくなるのは確かだから、うん、これはやんない方がいいね。喋、うん、りたいね。せっかくならじゃあ一緒に聴けばいいしね。確かに、その同じ音楽なり、うんうん、うちあのそういうので音楽聴きたくなっちゃって音楽聴こうよって聞かせて、あのうちが最近入れてる曲みたいなのバーって聴いて、うん、電車降りる頃になんかめめしい曲多いねって言われたことあります明らか俺より清潔感なかった時、俺美容男子で清潔感超自信あるから俺とツヤレベルじゃねえなと思う。ちょ、やばいやばい、もう噛んじゃった、怖くて。だから怖いの、美容男子。その人にも厳しくなるタイプの人、うん、男子の俺の方がやってて、そっちの方が清潔感ないの、ノーみたいな感じ、ちょっと怖い。怖い。料理できる男子と美容系詳しい男子、そこ怖くって。いや本当にそうなの。だからね、もうどっちがいいかって言われたら分かんない。分かんない。そう、地雷のパターンがあるから、うん、自分にめっちゃストイックな人ってなんでじゃあ周りもやんないのって思ったりするから。それはでもあるかもね。だから筋トレ男子も危ない。あ、筋トレ男子も女子になんでダイエットしないの。あーね、だってやればできるじゃん、俺みたいにってなるから、ちょっと怖いんですけど。確かにな、ちょっとそういう人もいました。清潔感がなかったっていうのはまあどういうことっていう感じなんですけど、ね、どこのレベルかは気になるね。ささくれとかね。いや、ささくれやばい。てかささくれ似てるのでこんなのある。ネイル見てからの指毛てんてんてん。あ、指毛も多かった。こういうのも多分清潔感に入るんじゃない、男子からしたら。だからさ、毛問題ってさ、男子の方が生えてるからまだ余裕持ててたみたいなところあるけど、うんうんうん、最近脱毛とかもありますし、男子の皆さん脱毛男子も怖いんだった。脱毛男子もいいのに、うん、いいのに怖い場合があるっていうのがもう、そうなんだよ、落とし穴で。これのそうなんだよ。だってそしたらもう女子の私なんてやんなきゃじゃんって思ってくるもんね、うん、いつもよりめちゃくちゃメイクが濃かった。あ、ねえ、それ次読もうと思ってた。来てたよ。そんなに化粧しなくてもいいのに、うん、無駄に濃い。これさ、結構でもやりがちなミスじゃない、女の子、うん、だって気合入ると、うん、やっぱチークとか濃くなっていきますし、うん、いつもよりアイライナーとか長くなっちゃうし、うん、なんかまつげもバサバサになっちゃうし、うんうん、これ結構やっちゃうと思うんだけど、濃いメイクってやっぱりずっとあんまり受け良くないよね、うん、男の。だってさ、テレビに出てる女優さんとかのさ、乃木坂とかってさ、あれほぼすっぴんだからね、女子からさ。いや、マジでそう。あんなのはもうマスカラスッとやっただけぐらいの、うん、だからでもね、そっちが好きってことなんだろうね、結局、うん、そういうナチュラルを求めてる、うん、逆にさ、でもさ、この人はそんなに化粧しなくても可愛いのにって言ってるんだけどさ、うん、本当かとも思っちゃうね、うちは。あ、本当にじゃあうちのほぼすっぴんみたいなのを見て好きになるか、うん、このメイクの方が可愛くない。あ、わかるわかる。結局そうじゃないとかも思うわけ、うん、だからそうなんだよ。思うならいいですけど、白って感じじゃない、うん、まあ、メイクで言うとこれもやっぱりちょっとこれは確かに気をつけないとなっていうので、向かいの席でメイク直し。おう、ご飯食べ終わりました、次移動しようっていう時にちょっとリップとかその場で塗っちゃうじゃん、うん、女子同士だと全然塗る。で今うちもう普通だなって思うんだけど、うん、やっぱり男の子と2人でいて、それはちょっとあまり見え方よろしくないか。そっかそっかそっか。リップもか、うん、もうなんかリップってさ、スッて塗れると思ってるからさ、なんか嫌じゃない。そっか、仲良くなっちゃえば別にいいんだろうけど、うん、何も見ずに塗るってことないじゃん。まあ、うん、携帯をこうやって見るなりさ。そうだね、ちょっと鏡見るなりする。はいはいはい。この絵がやっぱちょっともうメイク感出ちゃってた、うん、電車でメイクする人とかさ、嫌じゃん、はいはいはい、なんかまあそこまでとは言わないけども、うん、やっぱ1回目のデートとかだとさ、もう審査みたいになってるやん、ちょっと。だから1回目のデートはマジで気をつけた方がいいってことだよね。
実際それって付き合ったら何もダメなことじゃないと私は思うんだけど、うん、逆にいちいちトイレ行く方がなんかいやらしいかなって、うんうんうん、なんか今のうちに払って感あるかなとか思っちゃうじゃん、なんかあるじゃん、だからそれはそれでとか思うんだけど、うん、やっぱ1回目のデートはちょっと減点方式でちょっと見ちゃうとかあるから、みんなそうだよね、ちょっとやっぱこれもダメなんだって、うんうん、これおもろいよ、うん、面白い女がいました、うん、前日に通話、うん、どんな服が好きって聞かれて、うんうん、服の好みを言ったのにそれと真逆の服装で来られた時あ、大好きかもこいつむしろね、あえてで言ったんだと思う、うん、逆にそのつもりで聞いたんだろうね、逆に好きな服装で来たら、うん、その服装でもう好きポイント1個上がっちゃうでしょ、うんうんうん、まず本当の私を見て、はいはいはい、だから服はあえて好きな格好とかじゃないので言って、うん、見た目の情報をゼロにする、そういう勝負の出方をしたんだね、うん、でも男の子からしたら幻滅ってなんだよいやだからその男の子からしたら素直な子ではないというか、うん、なんでじゃあ聞いた、ちょっとまあワクワクしてた自分もいたんだと思う、うん、だからちょっとシンプルにショックだっただけだよね、そうかもね、見たかったんだろうね、見たかったんだろうね、だから自分のためにしてくれると思ってたんだろうね、うん、そういう格好を、あとねこういうのもありました、うん、幻滅というか気を使われすぎる、過去優しすぎると俺のこと好きではないのかなってなるし、こっちも疲れちゃう、え逆に、うん、でも分からなくもないかもなって感じする、気を使われすぎる、なんかこれって友達同士でも先輩後輩とかでも言えるなって思って、気使いすぎるって結局は素を自分も見せてないことになるわけだし、確かにあんまり自分のこと興味ないのかなって思っちゃうかもね、なんかちょっと壁作られてる感というかね、だからまあもちろんマナーとかそういうのは大事だけど、気を使いすぎるっていうのも良くないなって思って、例えばご飯屋さん行く時になんか、え、ここはどうって、そこいいね、ここはどう、あ、そっちもいいねで気使いすぎて自分のこと言えてないやん、うんうん、じゃなくて、あ、でもそっちあんま気分じゃないかもとか言ってくれた方が、うん、多分男の子からしたら心を開いてるってなるのかも、確かに、でやっぱその最初のデートあるあるかもなって思って、気使いすぎちゃうっていうのは、初デートはやっちゃうよな、それこれ前紹介したことあったかな、あ、まあ被るのもあるよね、うん、うん、ちょっとわかんないんですけど、うん、ご飯粒残しまくってた、あ、これ多いね、そう、多かった、まあ結構うちらのテーマ的にやっぱ被ってくる部分はあるから、うん、この話とかは結構いろんなところで出てきた気がする、出てきてるから、うん、なんか食べ方とかいろいろめっちゃ多いね、食べ物系あったじゃん、結構超箸の持ち方とかそうそうそうあったけど、ご飯粒が意外と多くて、うん、あ、そこ目つく人いっぱいいるんだと思って、うん、ていうかさ、そんなに残す人がいるんだって感じがしました、いや、そうなのそうなの、まずね、うん、で多分その、まあ、気になるっちゃ気になるよね、うん、その目立つからさ、うん、だからご飯粒は気にした方がいいっていうか、あんま蛙化しないような男の子でもご飯粒だけが気になるって人いて、だけだけというか本当に女の子の全てを別に受け止められる、うん、好きな子は何でも可愛いって思うような人でも、うん、ご飯粒残しだけはって言ってたから、相当マナー的な常識的なところの原点として、ここは結構気をつけた方がいいかもしれない、なんかご飯系多いんじゃない、もしかしたらお箸多かったのよ、うちが見た感じは、うん、お箸の持ち方幻滅します、だから女の子っていうものがやっぱ綺麗なものとしてめっちゃ見えてるからかもね、そうだね、それはあるね、女の子の方が箸の持ち方できてないことをすごい悪とされる気がする、それは絶対ある、ギャップがやばいんだろうね、うん、そうだね、女の子って生き物としてのギャップがでかいのかも、うん、そうだね、ご飯系は気をつけた方がいいね、しかも大体ご飯だしね、そうなの、やっぱ最初のデートとかで、ね、じゃあご飯でこれがあって、え、ちょっとこれ無理って感じ、うち何嫌だ、うん、嫌なんですけど絶対食べれないくせにいっぱい頼んで結局男が食べることになるえ、やだ、許してや、食べてほしい、うん、何ならもうあえてみたいなとこありますよ、いやだからマジでね逆に言ったらマジで俺が食べれるから何でも好きな頼みなっていう一言で好きになるまでマジでそうあるから、あのごめん、好きになれる好きになれる、それで好きになれる、うちらは、うん、本当にそっくらい、この言葉って魔法ですから、特にうちらなんていうのはその食に興味ありあり、うん、そうそうそう、妖怪なので、モンスターやってるんで、そう、モンスターなのでそういう子たちからしたら、うん、そういう子たちからしたらそういうモンスターたちからしたら、うん、そういう人間っていうのはとってもありがたくって本当にそう、あんまり食に興味ない子ももちろんいるわけ、うんうん、なんかさっと食べたいものも決めれるとかっていう子もいたりするけど、うん、うちらみたいな妖怪ババアたちはそうそうこれも食べたい、あれも食べたいみたいになった時に、うん、パッとそこで言ってくれるともう大好感度なわけです、それがマジでそう、プラスでしかない、え、例えばね、2個迷ってました、うん、食べたいものが、うん、あ、じゃあ俺が1個頼むから2人でシェアしよう、これはまあ、うん、当たり前ここまでは当たり前で、私からしたら3つあっても全部頼んでくれる人とか好きですね、はいはいはい、わかるよ、普通にだから大食い男子めっちゃ好きみたいな、いやだからそうなんだよね、エレベーターのボタンを扉が開くまで連打してたこと、え、
エレベーターのボタンを扉が開くまで連打だ、多分、なんだろう、あ、待ってる時にってことかな、わかんない。それか、乗ってて自分の階になって出る時に開けるボタンをずっと押してってこと、うん、連打、あ、なんかこの、些細じゃん、この指だけなわけで起きてることは、うん、だけれど、そこで出るよね、うん、そのでも嫌かも、うちもそれ嫌だよね、うん、これは普通に男の子がそれやってても嫌じゃん、うん、で、なおさら多分女の子で、うん、だいぶせっかちなのかなとか、うん、そうだね、ね、思っちゃうよね。カフェで推しのインライン見始めた時、おー、なんかさ、わかんないんだけど、あんまり携帯をいじるっていうのがあんまり友達としてもないタイプだから、そう、どういうタイミングなのかがわかんないんですけど、これ、うんうん、え、だから関係値にもよるだろうけど、これは付き合ってて、付き合ってるか、さすがに、さすがに初めてのデートでそこまでの状況ってないじゃん。いや、私全然やったことあるんだけど、これうんうん、おー、だからでもそれは、で、何時から始まるんだよね、見たいんだよねっていう流れでこう見たりとか、ああはあったけど、それも嫌だったんかな、本当は。わかんない、でも、私これ何がダメなって思っちゃうんだけど、正直、うんうん、しかもカフェだし、あ、ちょっとさ、うん、食べるところじゃん、うん、別に良くないインライン見始めてもって思うんだけど、推しっていうのが嫌なのかな、うん、多分そうで、元彼の話をされた時っていうのもあったのね。あ、だから自分といるのに他の推しであろうと元であろうと他の男の人が2人の空間に現れることが嫌なのかなって。あー、それだ、それか、それだ、ジェラ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 のシーンのジェラードンだジェラードンだった幻滅ってことじゃないんだけど、2人で居酒屋行ってるのにお酒飲んでくれなかったら萎えちゃう。あー、でも確かにそれはあるかもしれない。お酒弱いっていうのを知ってたら、まあそもそも居酒屋行かないかもしれないから、うん、お酒弱いとかじゃなく、うん、飲んでくれない時はちょっと嫌だかも。確かにその理由によるよね。今日ちょっと気分じゃないかもとかなのかな、うん、わかんないけど、うん、確かにデートで2人で居酒屋行ったら一緒に楽しみたいよな。え、しかもさ、うん、初めて2人で会うからこそお酒飲んでちょっと緊張もなくして話そうよみたいな意味が多分あるかなって思うわけですよ、はいはい、ね、だからそこでガチでアレルギーとかならしょうがないけど、ちょっと弱いぐらいだったら、うん、じゃあ一杯だけでもみたいな感じの気持ちを初めてなら出してほしいって思うと思う。わかるわかる。だから幻滅ではないけど萎えちゃうって言ったから、ほんとその通りでね、うん、萎えちゃうが正しいというか、うん、でつまり何、うちってこと、あ、何ですか、つまりうちってことっていうのがあったんですけど、しました、はい、すごく表情でかいのは無理って兄が言ってる。そう、うちってこと私は結構その表情豊かみたいな感じで褒めていただくことが多いんですけど、表情がでかい、その表情豊かに多分収まりきってないってことなんだろうな。でかいだもんね、うん、男子からして初デートとかでここまで来たら、うん、でかいのかも。あ、でかっ、エナミーのその普通も、うん、初デートだったらでかく見えるのか。でかくない？だからやっぱちょっとやっぱその女の子らしくした方がいいのかな。あ、ね、最初はでかいってなんだ、でかいって何？え、だから口をわーって開けるとか、わーって開けるとかもでかい、でかい、口がでかいし、目もでかいし、まず口でかいし、だから徐々にやっぱ出していかないとダメだね。確かに付き合ったらマジいいと思うけどね、うん、じゃあ総評言っていいもん、早速お願いします。ついに素のうちを好きになればじゃない。そうだね、なんか別にまあ分かる、ご飯粒とか、うん、なんかそういうのは分かる、今日なんか普通に一応好きになればいいよくない、普通のそのままの。いやだからね、分かるんだよ、結局はそこを目指していきたい、うん、どこを大事にしなきゃいけないかっていうのをちゃんと見極めなきゃいけない。そう、それは私の良さでもある部分なのか、うん、それとも人としてちゃんとした方がいい部分なのか、うんうん、そういうのは見極めて、あとはまあ相手の好みとか見極めて、ここはちょっと作ってでも相手に好きになってもらっちゃおうみたいな、はいはい、でその気持ちも大事っていう部分に合わせるのか、こういう見極めを女子はまずはしていって、これを参考にしていったらいいと思います。そうだね、うん、ほんとそう、うん、いい総評これね、なんか逆もやってほしいっていう声がすごいあって、もし好評だったらね、反対バージョンも楽しみです、うん、多分逆バージョンでまた違うのがあると思うので、ですね、そっちもね、ちょっと好評だったらやっていきたいと思います。はい、じゃあ全部食べろよって思ったりとは、チャンネル登録をよくコメントもらってさ、よろしくお願いします。次の動画も見てね、せーの、おやすみ。